そもそもラジオ、この番組は転職の思考法、これからの生き方の著者である北野優雅がそもそも論やキャリア論、ビジネス論についてぬるく考えるラジオです。今日は映画監督による鬼滅の刃論が超面白かった話という話をしたいなと思っています。鬼滅の刃っていうね、作品が今もうね日本中で大ヒットしてると思うんですけど、鬼滅の刃は僕はですね途中までは読んだんですけども、ある映画監督、大友監督という方がですね、鬼滅の刃に関しての考察みたいなのをちょろっとお話していて、その話がですねすごく面白かったので、今日はこの話をしたいなと思ってます。で、今日の話を聞いていただくとですね、あ、なるほど、監督とかそういう人ってそういう視点で物事を見るんだみたいなんですね、新たな視点をお伝えできるんじゃないかなというふうに思っています。ゆるくですねお楽しみください。はい、ということでそもそもラジオ始まりましたが、皆さんお元気でしょうか。私はですねとても、元気にしております。元気にしてます。で、最近ちょっとね土日もずっと執筆とかイベント登壇とか、あとはなんか人と会ったりとか、あと僕が最近やってるオンラインサードプレイスショーズのですね運営とか、朝会っていうのがあるんですけど、そういうのでドタバタしており、この収録をしている土日はですね、前の土日はもう全く休みなく、もう本当にほぼ働いてたっていう感じでしたね。で、今日はですねまず、嬉しいコメントがあったんでそれをご紹介させていただけたらなっていうふうに思っています。これ何の回かな、気が合わない人とうまくやる方法というシリーズの回で、一問一答ウィークの回でご質問いただいたコメントです。読ませてください。こんにちは、はじめまして。ツイッター、そもそもラジオなどいつも楽しく拝見しています、三崎と申しますと。三崎さんこんにちは。一問一答ウィークということで勇気を出してコメントさせていただきました。そろそろ2020年も終わりに近づいてますが、北野さんにとって今年はどんな1年でしたか。嬉しかったこと、北野さんに影響を与えた出来事などをお聞かせいただけると嬉しいです。私事で恐縮ですが、私は嬉しかったことは今年もこれからの生き方で新たな北野さんの本に出会えたことです。最近かなり冷え込んできましたし、お忙しい日々が続くと思いますので、ご自愛されながらも頑張ってください。これからも応援しております。ということで、三崎さんめっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。そうですね、こうやってね言っていただける方がいるからね、僕も本を出し続けられてるなっていうふうに思いますので、三崎さんこうやってねコメントいただいてありがとうございます。三崎さんでいつもツイッターのアイコンとかで、ツイッターでツイートしてくださってる方かな、ちょっと分かんないんですけど、ありがとうございます。いや、そうですね、僕が今年1年で一番影響を与えられたものっていうか、今年の一文字っていう点で言うと、僕は下脱の脱だなと思っていて、脱ぐっていう意味の脱っていう意味で、結構いろんなですね、なんか自分の思い込みとか、呪いとかですね、そういうものから、こう下脱できたっていうか、脱げたなっていう1年で、そういう意味でですね、僕にとってはものすごく大切な1年になったし、なんか印象深い1年になったなって思うんですね。多分10年後振り返ってみたとしても、この2020年という年が、自分にとってはなんか大きな進化というか変化だったなって思います。で、毎年ね、もちろんその進化とか変化っていうのを感じてるんですけど、その中でも特にやっぱりこの今私33歳なんですけど、大きな1年だったなっていうふうに思ってます。で、その理由みたいなのところで言うとですね、まず一つはやっぱりですね、作品がですね5作っていう、ある程度の、ボリュームになったっていう、僕はね、このそもそもラジオを聞いてくださっているんであればご存知かもしれないんですけど、三崎さんもね、いつ死んでも後悔しないように生きたいみたいな気持ちがものすごく強くて、やっぱり明日ね死んでしまうかもしれないし、1週間後ね自分の命がなくなってしまうかもしれないっていう感覚を、若い頃からずっと持ってたんで、端的に言うとですね、ものすごく生き急いでたなっていうふうに思っていて、で、なので、本を残すっていうのは僕にとってはある意味ね子孫を残すっていう、子供を残すっていう感覚が結構強かったんですね。で、とにかくたくさん残して自分が伝えたいこととか持っている技術とかっていうものを、やっぱり残したいなって気持ちがあって、で、そのためにやっぱり1冊とか2冊ではダメで、自分が持ってるもの全部ですねちゃんと残したいって気持ちがあったんです。なので、5作っていうのは割とですね区切りが1個ついた
なっていう感覚があって、よりなんかこう生き急ぐその形、世の中への貢献の形だけじゃなくて、もうちょっとゆっくりとじんわりと、人々にですね、周りの人とかにお元気とか知恵をね与える方法を、まあ、受け入れられるようになったっていう、自分が受け入れられるようになったっていう年だったかなっていうふうに思ってます。っていう意味で脱っていう言葉は結構しっくりきてますね。でもう一個はですね、やっぱ自分に影響を与えたっていう意味で言うと、やっぱりその禅っていうものが、まあこれまでもなんとなく取り入れてたんですけども、明確に今年は、半年ぐらいは、ね、ずっと禅について勉強してて、自分の日常の中にも取り入れるようになって、で、まあいろんな物事のですね、考え方が変わってきたなっていうのがあります。なので禅との出会いみたいなのが、まあ禅との再会みたいな感じですかね、っていうのが大きな一年だったかなっていうふうに思ってますね。で、あとはね、やっぱりオンラインサードプレイス、オンライン サロンを始めたっていうのも僕にとってはすごく大きいですね。なんか私はどちらかといえば、めちゃめちゃ長くなっちゃってるんですけど、なんかその、まあ自分がね、死んだとしても、まあできるだけ周りの人に迷惑をかけたくないっていう気持ちが強いかったんで、あんまりたくさんの人とかん、なんかこう、なんていうかな、いい関係を持つとか仲間になるとか、そういうのってなんか自分がね死んだら悲しませてしまう人が増えるじゃないですか、っていう意味であんまり迷惑もかけたくないし、つながりもですねそんなに強く持つっていうのはなんかね悲しいことでもあるなっていうふうに思ってたんで、そうやって生きてきたんですけど、やっぱりある意味自分のその自己実現というんですかね、そういうフェーズみたいなのが一段落ついたので、まあ自分は死ぬかもしれないけど、でもその死ぬまでの間にね、周りの人に何か提供できるものとか価値とかっていうのがあるんじゃないかと思って、まあ、オンラインサードプレイスをですね始めたっていうのは実はあるんですね。なので自分の持ってるものを周りの人に渡していくとか、周りの人を豊かにしていくっていうことにすごく時間の配分、もともと持ってたのは持ってたんですけど、配分を大きくできたっていうのが結構大きな一年だったかなっていうふうに思いますっていう話で、これだけでほとんど終わりそうですね、今日のそもそもラジオ。それぐらいですね、美咲さんの質問すごくありがたいですね。素晴らしい質問、本当にありがとうございます。そしていつも見てくださって感謝です。はい、で今日の本題はね、一瞬で終わるように喋らないといけないんですけど、大友監督っていう、まあ、るろうに剣心とか、ですね、あとは3月のライオンとか龍馬伝とかハゲタカとかをやられている、大友監督と佐渡島さんがやられているニュースピックスニュースクールっていうのに僕は、まあ、受講生、特別受講生みたいな感じで行ってるんですけど、その大友監督がね鬼滅の刃で分析している話でむっちゃ面白いなと思ったんですけど、鬼滅の刃の分析論ってもう世の中にたくさんあられるじゃないですか。でもその大友監督が一言ポロって言ってたのは、鬼滅の刃は職業だから面白いんだよねって言ってたんですよ。職業だから面白いっていう、で要は鬼滅隊っていう職業の話だからあれがすごく面白かったんだと思うよみたいなこと言ってて、るろうに剣心もあれはなんていうのかな、侍っていう職業だから面白いんだっていう話をしてて、3月のライオンも、将棋棋士っていう職業だから面白いんだみたいな話してて、でこれすごい確かに面白いなと思ってて、一応物語論とかストーリー論の中でも職業ってすごく重要な要素って言われてるんですね。で多分職業って私たちにとって身近じゃないですか。だから職業が何なのかっていうのを通じて自分に反映しやすいっていうのがあると思うんですよ。だからプロフェッショナル、仕事の流儀とかも多分一緒で、あれもやっぱりその違う職業なんだけど、その精神性を通じて自分の職業に対して働き方に対して影響を受けるっていう意味で、職業に関する、まあ、コンテンツってすごくヒットしやすいっていうふうに言われていて、で鬼滅の刃もそういうものなんだっていうふうに言ってて、これ面白い分析だなって僕は思いましたっていう話ですね。まあ今ね自分も、まあ、新しい本をですね実は執筆してるんですけど、まあそれにも活かせる話かなっていうのはちょっと思いました。はい、ということで今日のそもそもラジオはですね、すいません、コメントへのですねお返しっていうのと、まあ僕の今年の一文字みたいな話と、あとは鬼滅の刃の話をしました。面白かったですね。ぜひチャンネル登録をお願いします。というか必ずチャンネル登録をお願いします。あとですね、私がプロデュースしているオンラインサードプレイスショーズですね。会員がですね、100名を実は突破して105名かなぐらいに今なってます。で、まあ、どん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 増えてますので、もしご興味あればぜひエントリーしてみてください。以上、北野ゆいがらでした。また会いましょう。さようなら。